今日も外から帰ってきました。今日はですね、またポンドランドに行ってきまして、またノートを買いました。こちらですね、これ4つ入りなんですけど、これ4つでなんと1ポンドでした。この前この本を1冊1.5ポンドで買ったんですけど、店舗によってはノートの種類がたくさんある店舗もあるんだなっていうふうに今日思いました。あとは今日証明写真を撮ってきまして、イギリスにも証明写真を撮る機会がありまして、フォトミーっていうんですけど、こういう感じで、これはパスポート用の写真になります。これは5枚で8ポンドになります。日本円で約1200円ぐらいになります。またいずれお話ししようと思うんですが、申請する書類があるので、今日は証明写真を撮ってきました。で、証明写真の機械もカードで支払うことができます。日本で証明写真を撮ると現金で支払うことが多いと思うんですけど、証明写真の機械もカードで支払うことができました。あと今日は少し遠出をしてきたんですけど、時刻表を調べてたんですけど、遅延してるっていう情報が書いてあったので、バスの方がいいかなと思ってバスで行きました。で、バスの乗り換えの場所で結構大きい交差点だったんですけど、一回バスを乗り換えなきゃいけなくて、降りたバス停から次のバス停に行くまでに道路を渡らなきゃいけないんですけど、歩道がなかったんですね。で、どうやってあっち側のバス停まで行けばいいんだろうって探してた時に、サブウェイっていう標識を見つけたんですね。で、そこの交差点は駅も近い交差点だったので、サブウェイと駅が近いっていうことを踏まえて、日本人の皆さんは何を想像しますか？私はサブウェイっていう表示を見て、あ、ここのエリアでは電車のことをサブウェイっていうんだって思ったんですよ。なんでかっていうと、日本で電車のことを習うときはアメリカ英語で習うので、サブウェイは地下鉄のことですよね。私がサブウェイっていう表示を見た時に、地下鉄に乗るための通路を通って向こう側の道路に渡るんだっていうふうに思ったんですよ。で、電車につながる道を歩こうと思ってサブウェイを歩いてたんですね。で、歩いてる時に考え直したんですけど、あ、サブウェイっていうのはイギリスでは地下道のことをサブウェイって言うんだと思って、だから本当に地下道のことをサブウェイって言うんだって思いました。電車のことはどのエリア行ってもチューブですよね。その時バスに乗ってたので、電車のことをチューブって言うんだっていうのがすっかり飛んでて、なんかこのエリアでは電車のことをサブウェイって言うんだっていうふうに勘違いしてしまったんですけど、地下道のことをサブウェイっていうようです。で、目指していた反対側のバス停に着いたんですね。で、私今日約束をしていて、乗り換えたバス停からその約束をしている場所まで向かったんですけど、まあ、約束の場所の近くまで着いたはいいんですけど、入り口がどこか分かんなかったんですね。で、その待ち合わせをしていた人に、3箇所ぐらい、ここの入り口ですかっていうのを写メで送って、いや、違う違う、みたいな感じで、全然私がたどり着けなくて。最後、その人が、Next door to subway ってメッセージを送ってきたんですね。で、その、Next door to subway っていうのが、
地下道に通ずる道の隣だよみたいな風に私は解釈してしまったんですけど、あのそのネクストドアズサブウェイのサブウェイは普通にサンドイッチ屋のサブウェイでした。なので今日はサブウェイに戸惑う一日でした。多分今後もこういうよくわからないシチュエーションが出てくると思うんですけど、イギリス英語とアメリカ英語の違いも体感しながら英語を覚えていきたいなと思います。では今日はこの辺で終了します。